こちら2012年12月に行ったセミナーの再演になります。当時あまりこうウェブサイト制作ではあまり使われていなかったこのプロトタイプという手法についてお話をしました。講演されてからおよそ1年ちょっと経っているのでまた状況が違うわけなんですけど、まあ、そこの注釈もつけつつこちらのセミナーの方をやってみたいと思います。よろしくお願いします。 プロトタイプは特にこう2013年2014年にかけて結構たくさん聞かれる言葉になってきました。そしてそれに使うためのツールっていうものもいろんなサイトで本当にたくさん紹介されているわけなんですけどよくこうプロトタイプの話になるとどうしてもこの何というところにすごく注目されがちだと思うんですね。何のツールを使ったらいいのかとか。 一体それで何を作ったらいいのかといったような何が多いかと思います。しかし実はそこが最も重要なところではないと思います。まずそもそもこのプロトタイプをなぜ使わなければならないのか、こちらに注目しなければいけません。そもそもなぜこのプロトタイプを使わなければいけないのか、そしてそれを通して一体何を得ようとしているのか、どのようなフィードバックを得ようとしているのか、そしてそのプロトタイプを そもそも使う、作る目的というものは一体何なのか。このあたりをきちんと理解していかないと、どのツールを使っても、あまりいい結果を得ることができないわけです。また、自分の好みだけで、プロトタイプのツールを選んでしまって、実際、ちんぷんかんぷんなフィードバックが返ってくる。そんなこともあったりもします。そのためにもですね、ぜひ、このなぜについて、皆さんも考えていただけたらな、というふうに思っています。どのサイトにも、 どのアプリケーションを作るにしても大きな目標があります。大きなこうビジョンというものがあったりします。そしてみんなそこに向かって走るわけなんですけど、そこの道筋がはっきりしていないときがあるわけなんですよね。みんなにとって使いやすいものを作りましょう。かっこいいものを作ろう。すごいものを作ろう。まあそういった大まかなビジョンはあるかもしれませんけど、そこに果たしてどのようにたどり着いたらいいのかというものがはっきりしないときがあります。 その道筋をきちっと作ってあげる。皆が同じ目標に向かって走るための一つの光のようなもの、そういったものを作る必要性というのが出てきます。従来はそういったものがなくても結構作れたりもしたわけです。皆さんにとってパソコンユーザーと言ったらこういった方を想像するかと思います。まあ実際こんな暗い部屋で使ってるかどうかはわからないわけなんですけど、こうした形で机の上に座って ほぼ微動体ともしないような状態で操作をする。画面の操作をする。画面の操作をパソコンのマウスやキーボードを使って行う。回線も非常に安定している。こういったところが想像してできるかと思います。みんなにとってウェブにアクセスするっていうものはこういった状態だったっていうものが随分前には当たり前のようにありました。しかしこの当たり前の姿というものは実はもう およそ10年ぐらいの話になるわけなんですね。2005年のウェブの世界、ウェブにアクセスする人たちの利用者像というのはこんな感じでした。インテルプロセッサーを積んだ Windows マシンを使ってウェブにアクセスするという方がおよそ95%いました。これが当時考えられていたインターネットユーザーの姿だったわけです。 下の方に小さい赤い線がありますけど、これは Apple です。まあこれくらいまあまあマイノリティだったわけなんですけど、これが実際2012年とどうなったのかというと、このように Android と Apple、つまりこれは iOS や Android デバイスのようなスマートフォン、タブレット、タッチデバイスが急激に増えてきたわけですね。今までの当たり前だったパソコンユーザーというものがすでにもう半分しかいないと。 いうふうなのが今です。さらに2013年の方になってくると、さらにこのウィンテルというところがですね、少し狭まって、え、Android の方がググっと上がってきているというふうな状態になっています。ではパソコンといってもまあデスクトップとかね、ノートパソコンとかありますし、スマートデバイスとかっていうのを大まかに分けてもですね、タッチデバイスといって大まかに分けてもですね、いろいろあるわけですよね。スマートフォン、タブレットいろいろあるわけです。もう少しちょっと詳しく見ていくとですね、2010年の状態では、やはりこう、 ウェブのユーザー、パソコンのユーザーと、ノートパソコン、デスクトップを使っている方がまあ当たり前のようにこう多かったわけなんですけど、2011年で逆転します。この時点ですでにスマートフォンはパソコンのハンマーディアイスより2011年の状態ではまあ上回っていたわけなんですけど、もう2012年ではさらにさらにこう、圧倒的におよそ2倍の数のデバイスがウェブにアクセスしていると。スマートデバイスと呼ばれているものが ウェブにアクセスしていると言っているような状態です。こうして見てもわかるように、ウェブアクセスはパソコンが中心というふうな固定概念というものを本当に一日でも早く取っ払わないと、今のこういった状態と全くマッチしないということがあるわけなんですね。ちなみに2013年の第4半期では、タブレットの販売台数がノートパソコン、デスクトップパソコンに上回っているわけです。もうそれぐらい どん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 販売デバイスが、もう本当にパソコンっていうものがどんどん小さくなってきている。そうした中でパソコン的な考え方で物事を作っていると、どん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 こうした時代とは合わなくなっていく作り方をしているということになってしまいます。本当にいろんなものがあって言っています。ここに紹介しているものは2012年当時です。2013年だともっともっと違うデバイスとかいろいろ出てきていて、形も姿も様々です。こうしたものがどんどんどん増えてきているというのが今の状態なわけです。 今までのようなパソコンのユーザーって言ったらどんな姿ですかって言ったら大体ほとんどの人が同じような姿を想像していたのとは随分状況が違うというのがわかるかと思います。こうした今までの固定概念を取っ払って新しい価値観というものを見ていかなきゃならないというのは実はこういうウェブサイト制作だけではないわけなんですね。本当にいろいろなところでいろいろなメディアでいろいろなところでそうした 考え方、固定概念を取っ払って、えー、新しい価値観というものが出てきているんだ。新しい定義というものが作られてきているんだっていうところが本当にたくさん出てきています。例えばカメラとか見てもですね、今までを写真を撮るという姿っていうのはこうしたカメラを持って写真を撮るというのは当たり前でした。しかし今はそうではないです。例えばインスタグラムみたいなスマートフォンで使えるアプリを使って写真を撮り、そしてそれをシェアしたりとか。 そういうのが一つのこう写真の楽しみ方であり関わり方です。これも一つの写真の姿です。雑誌にしてもそうです。一つの発行者が多くの記事を集めてそれをパッケージングして毎週もしくは月間で配信するというのは一つの雑誌の姿でしたけど、例えばフリップボードのように自分のためにカスタマイズされた雑誌が自動的に毎日のように送られてきてそれを楽しむ。 それをタブレットで楽しむというのもの、一つの雑誌の姿です。お金を集めるというところも変わってきました。従来だと、ベンチャーキャピタルの方に、まあ、自分をこうピッチをしてですね、資金を調達するというのは一つの形だったわけなんですけど、例えばクラウドファンディングだったりとか、クラウドソーシングだったりとか、最近だとビットコインなども出てきています。いろいろこうお金の定義、お金の関わり方、お金の集め方、お金の支払い方、そういったところも今までとは全く違うものが どんどん生まれてきています。仕事を探すにしてもそうです。ネットワーキングにしてもそうです。え、リンクトインみたいなものが出てきていますし、最近だとクラウドソーシングっていうものも日本でも随分使われるようになってきました。健康管理もそうです。今まではジムに行って、そしてそこにいる専門家たちに相談をして健康管理をする。これは一つの形だったわけですけど、もう今やスマートフォンやもしくはフィットビトみたいな腕につける え、センサーを使って自分で健康管理をして、そして自分で自分の状態というものを視覚化してそれを見るということができるようになりました。教育にしてもそうです。今まで知識を得たい、スキルを得たいと思ったら塾に行く、学校に行くという手段しかなかったかもしれません。しかし今はコードアカデミーをはじめとした様々なオンラインコースというものがあり、そしてそれがスマートフォンからでもタブレットからでも いろんなところからアクセスして自分で自分の好きな時間で自分の好きなものをスキルとして得るということができるようになりました。このようにいろいろなものが再定義、再構築され、そして今までの定義っていうものから今までの枠組みから離れてそこを超えて何か新しい価値観というものが生まれてきているというのがいろいろなところで起こっているわけなんですけど、では実際ウェブサイト制作の方ではどうなんでしょうか まず一番わかりやすい例としては先ほども言ったようなそのスマートフォンもしくはタブレットのようなタッチデバイスというものが本当に広がってきている。そしてそこでの使われ方というものが本当に多種多様化してきているというところが一つの最定義をしてなければいけない一つの大きな要因になってきています。皆さんにとってはスマートフォンユーザーってどのような姿を想像するでしょうかおそらく人によっては 移動中の人を想像しているかもしれません。しかし、か別の人はトイレで使う、えー、そういった姿を想像している人もいます片手で使う両手で使う縦で持つ横で持ついろんな使い方がありますし使う利用シーンに応じて持ち方をその時々に変えているそんな人もいます本当にいろんな使い方があるわけですこうした中今までのような作り方利用者像がある程度 えー、まあ、前提というものは決まっていて、そしてそれがある程度の形で知識として共有されているということの中で、サイトを作るという世界とは全く違うわけなんですね。その大前提と言われていたところさら、全く共有ができていないという状態で作らなければいけないというのが現在です。だからこそワークフローや、えー、そして評価の仕方、デザインの評価の仕方、 そしてそれをいかにしてコミュニケーションを取っていくのかこうした全てのデザインプロセスにおける全てにおいて疑問を持ちそして再定義しなければいけなくなってきたということになりますこのようにスマートフォンによってこういろんな使い方いろんな利用者像というのが生まれてきたと同時に作る方も実際作る方も大きく変化が来ているわけですね今この紹介しているようなサイトのように誰でも素敵なサイトというのは作れるようになりました無料もしくは低価格で デザインセンスの高い素敵なサイトも作れます。で、こうした中、わざわざ Web プロフェッショナルを招いてサイトを作る必要性っていうものがますますシビアに問いかけなければいけなくなってきましたし、逆に私たちもその責任に対して答えられる価値っていうものを持たなければならなくなってきました。ただ作れるだけでは価値にはならないわけです。では、こうした中、私たちはどのようにしてウェブサイトデザイン、 といいいいううもののを再構築ししていけばいいのでしょうか何を再構築しなければいけないでしょうか私は従来のウェブサイトデザインというものは非常にこうブラックボックス化されていると思っているんですね。確かにデザイナーはカンプだったりとか何かこう途中経過をウェブディレクターだったりとかクライアントに見せて確認を取りながら進めていくっていうことはもちろんやってるわけなんですけど間というのは長いと思うんですね。ある程度完成するまでデザイナーが持っているっていうことが結構多かったりもします。 ずっと、ま、一日、半日ぐらい、フォトショップ、もしくはファイアワークスの前に、にらめっこして、そして、自分が納得いくクオリティになるまで、洗練させた状態で出すということが結構あったりもします。しかし、その状態では、直しが非常に難しくなったりとか、後戻りが非常に難しい、再検証するのが非常に難しいということもあったりもするわけです。それでは、遅いわけです。こうした、 デザイナーだけに持っている権限デザイナーによってブラックボックス化されたデザインプロセスというものを少しでも早い状態でみんなが見える状態を作らなければいつまで経っても後戻りをしてデザインプロセスが断腸になってしまうってことがあるわけですよく使われていた手法としてフォトショップやファイアワックスのようなグラフィックツールを使って絵を見せれば大体理解ができたわけです その絵を見さえすればマウスとキーボードでどのように操作をしたらいいのかというのは想像しやすかったわけです。しかしスマートフォンのようなもしくはタブレットのような人によって使い方が本当に違う関わり方は全く違う、えー、そうした中で、えー、画面静止画を見てもですねなかなかその利用シーンというものが想像できない使い勝手が想像できないというふうなことがあったりもするわけです。逆に こうした静止画を見せることによって間違った期待を同僚だったりとかクライアントにさせてしまうというふうなことも考えられるわけですスマートフォンと一言で言っても本当にいろんな使い方がありますし確かに普及はしてきたとはいえまだまだ新しい分野ですわからないことも多いわけですそうした中あたかも完成したかのようなもしくは制作者側の勝手な憶測によって なかなか作ってもですね、えー、予想外な展開が起こるということはまだまだあるわけですだからこそ少しでも早く早い段階でデザインというものを多くの方と共有してこのデザインこの方向性でこの使い勝手で合っているのかということをなるべく早い状態から見せて考えそして進めていくというふうなやり方が必要になってくるわけですしかしこのプロセスのオープン化というものは 実は珍しい、全く新しい考え方ではありません。例えば、開発者たちにとっては当たり前の考え方です。すでに GitHub や SourceForge のようにオープンソースのコミュニティでは、ソースを早い段階で多くの方と共有することによって、より良い,いものを作っていく。共有することによって、年早い段階から共有することによって、え少しずつ鮮度を上げていく。 少しずつクオリティを上げていくっていうふうな進め方をしています。これと似たようなこと、こうした開発者が行っているプロセスのオープン化っていうものをデザインの世界でも適用できます。その手法としてフロトタイピング、プロトタイプというのが存在するわけです。フロトタイプの最大の特徴としては、ただ見るだけではなくて触れることです。 これが紙の場合も当然ありますし、HTML の場合もあるかもしれませんし、もしくは X コードにあるようなストーリーボードを使うということもあるかもしれません。ツールがいろいろありますけど、共通しているのは実際触ることができることっていうところが大きな違いだったりもします。特にタッチデバイスのような指で実際オブジェクトに触れたかのような操作をする、こうしたデバイスに対してのデザインをする際に、この触れる 早い段階から触って考えることができるプロセスっていうものを盛り込むってことは非常に大きな意味を持っているかと思います。で、この見て触れることができるっていうところと意味合いは少し似てるかもしれませんけど、全体を見渡して考慮ができるっていうところも実はこれ、プロトタイピングの大きなメリットだとたもします。言われるようなカンプだとどうしてもトップページだけ、製品情報だけといって感じで点と点でつい ついついデザインを評価してしまいがちなんですけど、プロトタイプのように触りながら画面の動きを確かめながら、えー、検証することによって、実際この画面遷移が利用者にとって正しい道筋なのかというふうな形で、点ではなく線で物事が検証しやすくなるといった意味でもプロトタイプは非常にいいツールだと思います。そして繰り返しになりますが、デザインプロセスのオープン化としてのツールとして非常に大きな意味を持つ。 手法だと考えていますで実はこうしたプロトタイプのツールというものはすでにオンラインオフラインで本当にたくさん出てきています。ペーパープロトタイプがしたい方はですねそのペーパープロトタイプをするためのテンプレート印刷して自分で使うためのツールというものは出てきていますしパソコンだけじゃなくてスマートフォンやタブレットだけでプロトタイプを作るというふうなツールも出てきています。 私が知っているだけでも100個200個ぐらいはあるわけなんですけど、本当にいろんなニーズ、いろんな使い方に合わせて、えー、ツールというものは出てきていますで。こうしてデザイン、そしてテストして、検証して、でそれを、えー、レビューをした上でまたデザインにつなげていく。こうした小さなサイクルを繰り返して徐々に目標、 最初の方にも掲げているのはそのビジョンに向かって進んでいくというふうなやり方が今非常に注目されています。これも一種アジャイル開発と呼ばれているものと非常にこうモデルとしては似ているわけなんですけどこのサイクルの一つの原動力としてプロトタイプというものは非常に重要なツールになるかと思いますし一つの中心的な存在になるかと考えています。しかしか こういったことは頭では分かっている。私は自分はしたいと思っているけど、クライアントはどうしてもカンプが欲しいって言ってきて、なかなかできない。どうしてもできないというふうに考えている方は、当然いるかと思います。クライアントがカンプが見たいと言っているかといって、静止画のあたかも完成したかのように見える嘘の画面というものを見せればいいというわけじゃないと思うんですね。彼らが本当に知りたいことは、実際自分たちが完成に向かって、 正しい方向に向かっているのかどうかというのをいち早く知りたいというところがあるかと思います。プロトタイプを作らなければいけないから時間かかります。だからカンプはできません。というのはナンセンスだと思うんですね。プロトタイプを作るということは、カンプ並み、もしくはカンプより早く何かをお客さんと一緒に見て、検証することを約束するというふうに言っても過言ではないと思います。では、カンプより早く何を見せたらいいの どういうふういいいに作ればいいのここは問題だと思うんですねでちょっと前にですね一般の方ウェブの知識があまりない方でもかっこいいサイトが作れるようになったっていうふうな話し,しましたけどこれは言い方を変えれば私たちもいち早く完成品に近いものをお客様に見せて検証するというふうな環境があるということも意味していると思うんですね。 例えばファウンデーション、もしくはまあブートストラップもそうですけど、こうした HTML のフレームワークを使うことによって、いち早くサイト、完成したかのようにサイトっていうものを見せることができます。で、こうしたものを早く見せて、実際操作させることによって、お客様と一緒に、これは本当にお問い合わせにつなぎやすい動作になっているんだろうかとか、もしくはショッピングがしやすい環境になっているのかといったような、 実際ビジネスのゴールに近いところのデザインについて話しやすくなるわけです。もちろんプロジェクトによってはクライアントと一緒に一緒に作るということは当然難しいかと思います。しかし、こうした少しでも早いか、早くアウトプットをして共有をする。これはチーム内だけでも結構だと思います。そかしそうすることによってですね、新しいアイデアだったりとか、早い段階で問題を見つけることができたりとか、ということが可能になります。 そして何よりもデザインというものをビジュアルだけではなくビジネスのソリューションだったりとかもしくは人々のニーズに対するソリューションについてどのように設計したらいいのかというデザインの根本的な意味を踏まえた上でのデザインそういったものを考えながら作るためのきっかけを与えてくれる意味ではプロトタイプは非常に強力なツールになるかと思いますからウェブサイト制作の再創造 これは私にとってはデザインにおけるクリエイティブプロセスのオープン化。ここにつながるのではないかと私は考えています。まだまだデザインというものはクリエイティブな人。もしくは一種アーティスト的な人が何かひらめきであったりとかセンスによって作る。作られるものである。というふうな見方がまだまだ強く残っています。もちろんそういった側面はあると思いますが、 今日話しているような利用者に使ってもらうためのウェブサイトもしくはビジネスにつ,くつなげるためのウェブサイトっていうことを考えた上で何かを作るといった場合はですねなるべくこうデザイナーだけにデザインを考えさせるのではなくてデザイナーを中心にしていろんな人がデザインについて考えられる環境を作ることの方が重要になってくるかと思いますしそこに問題解決のためのデザイン への糸口が見つけるのではないかと考えています皆さんにとってプロトタイプを使うなぜというものがなんとなく見えてきましたでしょうかなぜ作るのかそしてなぜ使わなければいけないのかここを理解することによってプロトタイプの作り方もしくはコミュニケーションの仕方というのは大きく変わるかと思います本当に未来というのはわかりません このセミナーが話された2012年当時はタブレットが今のように急激に販売台数を伸ばすというのは予測もしていませんでしたしスマートウォッチのようなものが注目されるということも想像できませんでした半年後1年後に一体何が起こるかわからない状態で作り込みクオリティを上げるというふうな名のもと何ヶ月も開発をしていてはますます利用者の ニーズだったりとかライフスタイルに合わないものを一生懸命作って気づいた時には時代遅れになっているということになってしまいます少しでも早くアウトプットして利用者もしくは同僚に見てもらって検証するというふうな環境を作らなければこのスピードこの時代のスピードそして不透明な未来に合わせたデザインというのはできなくなるのかなと思っていますそのスピードをどのように上げていくのかそのツールとしてプロトタイプはあるのではないでしょうか プロトタイプを作るもう一つの理由としては、早い段階で失敗をするための、まあ一つのツールとしてあるのではないかと思っています。作り込んで作り込んで気づいた時には後戻りができないぐらい作り込んじゃったっていうふうな状況っていうのは、プロジェクトによってはあるわけです。作ってみてリリースして気づいた。その状態ではもうゼロから作り直した方が早いっていうふうなことになりかえない。そういったことを避けるためにもですね、早い段階で コストがまだまだかけていないところから早い段階で検証し失敗を繰り返すことによってより洗練されたものが作ることになるのではないかと思っていますどうしてもこうプロトタイプを作るとなってなるっていうふうな話になると余計なものを作らなければいけないもっと作らなければいけない大変なように感じるかもしれませんけどもともとの目的としては早い段階で失敗をして全体的なコストを減らすためのツールであるということがあると思いますので ぜひ失敗を恐れずに失敗ができるための場としてプロトタイプというのを作ってみてはいかがでしょうか。そしてこれも何度も何度も繰り返ししつこいですけどプロトタイプを作る元々の目的はこれだと思います。デザイナーが一人で抱えているには今のウェブサイト制作は責任が重すぎるかと思います。アプリにしても同様のことが言えます。少しでも早くデザインのプロセスをオープン化し プロトタイプを軸にしてですね、コミュニケーションを取ることで、よりデザインというものが自由になり、そしてデザイナーのスキルをより活かしたプロダクトが作るようになるのではないかと思っています。もちろんどのセチュエーションにもあった最強のプロトタイプメソッドではありません。少なくとも2、3ぐらい違うプロトタイプの作り方を知っているべきだと思います。しかし、いきなり2、3も違うものを 作れるようになれと言われても大変ですよね。だからこそですね、まず自分が慣れている形で作ってみてください。紙でも当然プロタイプは作れます。HTML でも作れます。実は Photoshop でも作れます。PDF でも作れます。何でもツールはいいと思います。まずは自分が慣れているツールで作ってみて、早くできるような方法を自分で工夫して、そして そのアウトプットを誰かに見せてみてください。そしてそれによってですね、新たな気づきっていうのは見つかると思います。もし、このプロトタイプに関する質問だったりとか、このセミナー、このオンラインセミナーに関する質問とかあればですね、ぜひ、えー、メール、えー、メールアット、やすドッ .com、もしくは、えー、ツイッターの方、yhasy、こちらの方にメッセージを送ってみてください。ありがとうございました。